です。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、リクエスト動画になります。最近ですね、過去のですね、えー、と番号で言うとですね、622番という番号で、デニムをですね、食用用ミシン、本来デニムってね、いろいろ難しい部分がありましてで、それで結局ですね、デニム専用のミシンがあるっていうこと自体がですね、職業用ミシンは難しいんですよね。ちょっと対応して、 いないとまでは言わないけれども、難しいんだけれども、でも可能なんですよね。で、そこが、それで、そのキーになるのがですね、糸調子ダイヤルとか、糸調子案内だったりするんですね。そのことを今回ちょっと検証でもう一度6 2十二はね、ちょっと口頭だけだったんですけど、あの、実際に私が塗ってみて、こんな風になっちゃうでしょうこのダイヤルだと、こう風だと、 このダイヤルでこうするとこうなるよとかダイヤルとですね糸調子案内の通し方それの2つのポイントをもとにですねちょっとねこの厚いデニムなんですけどこれすごくあの ヘビーなデニムでですね。それを縫ってやってみたいと思います。糸女子である通常ね2.5ぐらいにしてるんですよね、私ね。この、こういうふうに何も生地も挟んでいない状態で2.5みたいな位置にあって、で、なんか押さえ下ろすとなんかちょっと変わっちゃうんで、なんかね、その辺でこ、この状態で2.5ぐらいの位置が通常のなんかブロードだとか、いろんなものに、デニム以外のものほぼね、いじらないんですよ。いじれな,なくても大体合ってるんです。それなのに、 デニムとかね、キャンパス地もそうかな。あの、ああいう分厚いものになると急にですね、糸調子がね、狂ってきます。それは、やっぱりね、その生地自体がですね、あの、特にキャンパス地はね、あの、分厚いけれども、荒いんですよ。割と。なんだけど、デニムの方が、あの、糸も太いし、 目も詰まっているんですね。で、それでちょっと今回コツをやってみます。まずね、悪い感じに出来上がるのをわざとちょっとやってみるんですけど、わざとっていうか、通常のこのさっきのブロードとかとのまま変わらないよって言ったあの糸調子ダイヤルで、このスパン紙ですよね。30番の糸を使ってデニム塗っていくんですけど、この30番糸のスパン紙のオレンジ色、いかにもデニムらしい感じですね。これをさっきのままの2.5みたいな位置で、 で 3mm で塗っていくんですけど穴をですねスパン紙の場合は、まあ、ミシンのメーカーさんによると間を1個飛ばすみたいなやり方通常それでいいということなんでそれで1回塗ってみますねそうするとどういう出来上がりになっちゃうのかみたいな感じを見てもらうといいと思いますこういう三つ折りちょっとやると分かりやすいかなと思ってでし,しかもそのこの実験にはですねあの横向きがいいんですよなんか縦よりも横横生地の ね見た時に横向きそれの時にちょっと影響が出やすいのでちょっとわかりやすいようにそうやってやってみましたまあ、そういう場面多いですもんねどうですかこれ汚いですよね多分質問者様もこのようになったっていうことなんじゃないかなと思うんですけれどもね で、この、特にこの中でこういうふうにループ、私もっと過去にね、これよりもっとひどいことになったことがあるんですよ。人調子ダイヤルが今の2.5とかじゃなくて1とかだったんだと思うんですね。こう,こういうのがもっとひどくなってブイヨーンって出ちゃったりしたことがあるんですけれども、これ汚いですよね。ちょ、右側最悪ですよね。なんか出来上がりでもこういうふうになってるの見たことあるんですけど、あの、 よく売ってるな、みたいな感じですよね。それでね。販売をしてしまうっていうところまで。でもまあ、ここれではですね、あの、ちょっとやっぱり、あっと言わせる商品にはならないわけです。まあ、商品じゃないにしても、自分で作るにしても、誰かにあげるにしても、綺麗じゃないわけです。で、やっぱりデニムって糸目の綺麗さが物を言ったりするので、っていうことになりますね。で、今のここ、穴真ん中通ってなかったですよね。これを次にですね、真ん中も通すっていう、 トロン紙ですね、テトロン紙のような感じと同じふうに全部通すんですこれ一つあの説明書なんかには書かれていないことなのでちょっとこれをまずやりますねそれが一つのポイントですそうすることでかなり糸調子ダイヤルうんぬんの前にあの糸が引き締まりますねで2つ目はさっきの状態でこの2.5みたいな感じだったのをちょっとねこのままいじるのねよくないってミシンの直し屋さんが何か言われたことあって 下にあの生地を引いてあの押さえ金を下ろしてた状態で糸調子に触るといいって言ってたのでこういうふうにちょっとわざとまだ始めてないですけどやってみますね押さえ金を下ろしましてで糸も突き刺してこの状態で、えっと、この糸調子ダイヤルをですねそちょっと変わりますもんねさっきとねやっぱりねなのでこの調子この状態でやりますでグッと右側にあのもう絞っていきますね ね、かなり大胆に絞っていきますね。あ、ちょっと近づくと汚いですね、結構ね。ずーっとやって、3と4の間ぐらい。まあ、マックスまでちょっとやらないようにして、あの、ガチンガチンになっちゃって、糸切れちゃうといけなくてっていう感じで、まあ、あの、今までよりはかなり思い切った感じに、これぐらいにしてみますね。4までちょっと行くのやめてみますで。3オーバー、3強みたいな感じの位置に持っていって、今までの普通の感じとちょっと違う感じ。そして、 同じようにこっち側を塗ってみます。さっき左側を塗ったの、今度は比べるために右側を同じようにミシン、ステッチかけていきますね。今、二つのことを、あの、さっきのことと条件を変えてやってみたわけです。じゃあ、その結果をちょっと見てみることにしますね。ここでね、結果で、やっぱり、あの、効果がわかるかと思います。はい、どうですかね。もう、明らかですよね。すごく、まっすぐに糸が、 流れるようになりましたね。こちら前のやつです。下側はですね。ちょっと横向きに変いてみますので、左側が前のやつ右側が後のやつって感じになります。あのループなんかはもう全くないですね。あの、わらびみたいになってるくるくるっとね。なってつもないですもんね。全部が糸がしっかりとこの必要な感じで。 引き締められたみたたみいいな感じに変わりましたよねととうことで今ねこの状態で見るとさっきの4以上いってるんですけどこれ明らかじゃないですやっぱり見た目の綺麗さでいうと左ぐちゃぐちゃって感じがしますしそしていかにも下手な感じに見えちゃいますよねで右側は美しい感じになりつつありますねこれ以上もうちょっとね調整することで微妙な感じのこととかもあの変わってくると思うしデニムによってさっきのその あまりはっきりこのダイヤルの位置だっていうことは言わなかったのはやっぱりそれでちょっと多少変わって調整して自分で見ながらやるんですただですねあの糸案内に3つとも通すっていうこと一つとあとあの糸調子ダイヤルをあの押さえ金を下ろして針刺した状態での3以上に持っていって極端に今までより変えていくそういう感じをちょっと意識してもらうと あのあとは微調整でもうこれも劇的に変わると思いますね多分おそらくですね左側のような感じになっちゃうことをきれいにどうしてもできないんだって言ってみえたと思うんですねでこれあの下糸がって言ったのは下糸の調子っていうのはですねあのほぼ関係ないんですよあの下糸の調整の仕方でどんな感じがふさわしいかっていうのはあの重機さんのなんか あの、ホームページの公式みたいなやつ、ホームページっていうか、公式のチャンネルで、あの、説明されているので、ミシンのメーカーさんがやってるのを見られたら、あの、いいんです。下糸ってあまり触らなくて、その、ボビンがね、ボビンに浮かせる感じで、これぐらいのスルッとした感じだよ、みたいな、硬くても、柔らかすぎても、スルッて行きすぎてもダメだよっていうのさえ調整してあれば、あとは触らないんですよね。で、下糸側の板調子の悪さも、その後は、あの、 もう全部、上糸のせいなんですよね。なんかそれが分かりにくいですよね、結構ね。下糸は下糸のどこか悪いんじゃないかとか思っちゃって、分からなくなっちゃうんですけど、ほぼね、上糸の責任なんですね。で、あの、劇的に変わるのは、やっぱ糸調子ダイヤルに真ん中通すか通さないかだけでも随分変わってくるので、あと残りは糸調子ダイヤルを絞るってことでやっていくっていう感じで、ちょっと今回のこと、すごく、もしかして、あの、 悩んでででいいたことが解決できるかもしれないの,であのそしたらあのデニムの厚いのも縫っていけて楽しい感じでですねもう本当にデニム縫うのが楽しくてしょうがないという感じになってくるといいなと思うんですけどもデニムってすごいあのもうこういう糸調子さえしっかり整えばあまり真珠とかも貼らなくていいし貼っても効果がないので貼らない方が逆によくて丸洗いとかできますしねそれで色落ち具合も楽しめますしそうすると ちょっとね、まあ、ここ、これ、こういうことが結構、あの、うまくいってるか、いいものだなぁと思われるかっていうところの、なんかコツになるかもしれなくて、縫い目すごい大事だと思いますね。はい、今回はそういう、ちょっとですね、今回リクエストにお答えした形での検証をしてみましたので、あの、本当にありがたいご質問をいただきました。 それでですねちょっとここでですねお伝えしたいことがあるんですけれどもあのご質問いただくのってそのそ一般的なその今のこの雰囲気として YouTube で YouTuber さんの最新の動画じゃないとなんか質問欄から今更何年か前のなねそれこそ23年前のものに質問するのってちょっと気が引けるなと思われても私の方ではですねあのむしろそういうい過去の動画を見ていただいたことがものすごくありがたくてですねあのもしかしかて それを自分でももうこ、あの、ちょっと改善したりして、その質問のこととか、もうちょっとわかりやすくとかしてるかもしれなくて、ご案内もできるかもしれないので、あの、遠慮なさらずに、ご遠慮なくですね、どの、どれだけ昔の動画でもですね、コンテンツ一つ一つ,つをですね、あの、今まで、あの、一応その時の思いでですね、あの、アップしてきましたので、過去の動画に対しても、あの、ご遠慮なく、今になっても、何年前のものでも、ご質問いただければと思います。どうもありがとうございました。